全然テレビ見ないこの僕でも好きなテレビ番組、まずしゃべくり7、月曜から夜更かし、最後 YouTube。さあ、ヒロムです。コウです。ということで、YouTube をね、見てて、ブドウみたいな風を送って、で、その中で、こう、食事をできるのかみたいなやつがあったんだけど、いや、それできるだろうと思って。距離的にここぐらいにすればいいでしょ、多分。で、今回、それに関して、コウに何を食べるかとか、それを持ってきてもらったんで、ね、それをちょっと今日僕がね、やりたいと思います。まず、コーヒー、ホットドッグですね。新聞、あとはまあ、プリン。なんで普通ホットドッグ買わねえんだとか思って。スーパー行っても、コンビニ行ってもなかったんで、あの、作ります。一つも食べれなかったら、一つも飲めれなかったら、プレステ4持って、うん、トリックトリートでタッチしてきた人にプレ4をあげるっていう企画。わ、やろうじゃない。はい、それでは最初、プチプリン。いや、いけるでしょ。いや、こちらのクリア条件は、全部食べきる。全部？ちょっとじゃあ、あの、試し打ちしてもらって、一回慣れたい。試し打ち食らった時点では、うん、いけるとか分かんない。だってこれで食おうっていう心理にいかないんだもん。ゼロ距離射撃法お願いします。3、2、1、ゴやっぱり食らい。一つ出して。はい。一口も食えなかった。口の中に入ってこない。まず、え、カップでガードしてたじゃん、こうやって。いや、ガードできへんよ。こうやって流し込もうと思ったんやけど、入ってこへんの、こうやって。で、次いきますか。ちょ、待って。これ全部食い切ってから。ということで、一発目から、プレフォープレゼントチャレンジ、開催決定。はい、次のチャレンジは新聞でございます。じゃあ4コマを読み切るっていうことで、世界で一番新聞が似合わない男がね、世界で一番読みづらい状況を作ってやる俺が。トパロジーパラロッタ。もう普通に読むだけだからね、僕。いきます。ずらすのやめよう。なんずらさずに読めるかやりたいじゃん。よい、スタート。ブロワーを固定してたら新聞紙は読める。何の検証だよ。はい、次はじゃあ、ホットドッグチャレンジです。やっぱいい。もういい。こっちにケチャップ送っといたから、もうめっちゃ美味しく味わえるっていうね。ありました。心の準備よろしいですか。大丈夫です。いきます。3、2、1。さすがに現場になっちまったじゃねえか。目開けたらヤバいやつね、これ。目開けてもいいよ。ケチャップ上のこうやってやつなくなってんの。これが一番怖いよ、マジで。熱々のコーヒーを持ってまいりました。これがね、一番怖いんだよね、地味にね。しっかり味わえたら成功。コーヒー美味しいなって思える大人に成長しようか。成長できたら成功。どこまで行ってんだよ。それではラストチャレンジ、コーヒー、ね、飲まさせていただきたいと思います。心の準備、もう3、2、1。あのね、思ってそんなに熱くなかった。それ何でかっていうと、送風機が、ああ、なるほどなるほど、こうなってるから、空気が冷やすんだ。野菜がそう、ガンって熱湯がこう来るわけじゃないんだよね。えなってるから。じゃあ、YouTube は、あー、熱いっちゃ熱いんだけど。まあまあ、それ熱いよね、これ沸騰してんだから。普通に飲まさせていただきますね。どうぞ。いただきます。